始まりは愛着から、人を信じ自分を信じる子供に、という本があるんですけど、まあ、これが局地的に流行ってるんですね。局地的っていうのは、うん、ピーチさんの周りでってことですよね。そう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 。まあ、あの一般的にも結構売れてる本なんですけど、まあ、特にね福祉に関わる人とか子育てに興味のある人とかがすっごい興味持ってね、読んでるんですけど、まあ、人間の成長にとって何が必要なのかっていうことが書かれてるんですよ。あ、それはご飯と睡眠と筋トレですよね、うん、正解ですよ。それも正解、大正解。特に筋トレ、そしてプロテイン、そうと HMB って、いやいや、ちゃうねちゃうねちゃうね、愛着が必要やねな。ご飯と睡眠と筋トレじゃなくて愛着が必要やね。愛を受けていることが精神的安定につながるんですよ。親からってことですよね。まあ、最近の愛着障害っていうやつもあるみたいですけど、うん、まあまあもちろん特に親からですけど、まあ、もちろん先生とか近所の人でも愛情を受けて受け入れられてる肯定感が大切なんですよ。あ、でもなんか他の動物にはそんな愛情が大切なのかわからないですけど、あ、けどでもあれですよね、うん、植物ってあの愛情が大切とかとも言いますよね。いいよな。なんで愛が必要なのかちょっと考えてみたいんですよ。なんでですかね。それはね、ゴスペルの主人公である神が愛の存在だからですよ。あ、神は愛なりって言ってますもんね、うん、人間一人一人は愛されるために創造されてたんですよね。だから愛される必要があるということですよ、うん、愛されないよりもやっぱ愛された方がいいに決まってますしね。愛しているからこそ、人が間違ったことをしたら心を痛めて何とかしたいとジーザスをこの地上に送り、十字架を通して助けたんですよ。人間は争いや憎しみ、戦争もいつまでも終わらないですから、そんな人間を救いたいと願っているのが神様ですね。愛しているからなんですよね。私たちやラジオの前のあなたは愛されるべき存在です。そしてあなたの周りの誰もが愛してくれていないと感じていたとしても、神はあなたのことを愛しています。その愛をぜひ受け取ってみてください。あなたの人生が希望に満ちたものになること間違いなしです。